テオドール・デュレは、フランスのジャーナリスト、文筆家、美術評論家。1838年、フランス・シャラント・マリティーム県のサントに生まれた。父親はコニャックを取り扱う商人で、裕福なブルジョアであった。1863年と1869年、地元での選挙に立候補したが、落選した。1867年、パリに出た。熱心な共和派で、 1868年、エミール・ゾラや、ジュール・フェリーと共に、ラ・トリビューのフランセーズ氏の総監メンバーとなり、政治ジャーナリストとして活動した。1871年のパリコミューンで、ハン・ナポレオンの共和主義者として参加し、危うく銃殺を免れた。パリを離れ、ロンドンに渡り、画家・カミリー・ユ・ピサローと知り合った。デュレは、アンリ・セルヌー氏と共に、アジア旅行に出かけ、 1871年10月25日から1872年2月まで、当時外交官以外の外国人の入国が禁止されていた日本に滞在した。歌川広重の浮世絵に描かれた東海道を旅し、日本美術への関心を深めるとともに、浮世絵を収集した。このことは、後のフランスにおけるジャポニスム発展に寄与することとなった。日本の他にも、 インド、中国を旅し、アジアの旅という著作にまとめている。美術評論家として影響力を持ち、エドワール・マネやギュスターブ・クールベと信仰を持った。また、当初は、社会から国評されていた、印象派を擁護し、1878年、小冊子、印象派の画家たちを刊行した。ここでは、クロード・モネ、アルフレッド・シスレー、カミー・ユ・ピサロ、ピエール・オーギュストル・ノワール、 ベルトモリゾの5人を印象派と認め、エドガードがギュスターブ・ブカイ・ユボット、ポール・セザンヌ、アルマン・ギューマンなどは印象派ではないが、一緒に出品した優れた才能を持つ他の画家と整理している。1906年、これを大きく拡充して印象派の歴史をまとめた印象派の画家たちの歴史を出した。美術品の収集に熱心で、 印象派の画家たちの作品を多数収集していたが、1894年3月、そのコレクションは売り立てに出された。その前年の1893年にはそれまで収集していた浮世絵コレクションもすべて売却した。1927年、パリアムスティルダム街の自宅で亡くなった。ありがとうございます。